こんにちは。ついにね、マルゼンから PPK が出ましたね。所さんの熱い気持ちが形になったと言いますか。それで、発売日ですね、僕は横浜、東京にいまして仕事をしてました。で、すっかり発売日のことを忘れてしまってたんですよね。で、雑談チャンネル、ね、世田谷ベースの雑談チャンネルの方で、マルゼンさんが、鈴木さんがね、所さんに PPK をこうプレゼントしてあるのを見て、やばいなと思いまして。で、もうどこも売り切れだったんで、いろんなね、ネットオークションだったり、メルカリだったり、探したわけですよ。そうするとね、もうすでに1本あたり4000円、5000円、6000円ぐらいのもう値段上がってるんですよね。すごいなと思って。で、近くのね、まあもう諦めてて、で近くの、まあ、そういうショップに行きましたら、ちょうど2つ入っておりました。で、2つ購入させていただきました。で、なんで2つ買ったかというと、この前ね、藤本さんが買えなかったっておっしゃってあったんで、念のために2つ買っとこうと。で、また買えなかった人のためにあげればいいかなと思いまして、はい、もう2つあったんで2つ買いました。はい、とりあえず自分は1個使います。今日はちょっとこのね、マルサー P、 マルサー PPK、 これね、ちょっと今から見ていきます。しっかりシリアルナンバーも入ってますね。すごい。はい、じゃあちょっと今から開封していきます。はい、こんな感じ。こうやってね、うん、いいね。こうやってね、所さんが熱望したことが形になるってすごいですよね。自分で PPK 作ってあった、で、それがこうやって形になって僕らに渡るっていうのは本当にすごいことだと思います。付属品はね、このちょっとこれか、はい、じゃあちょっと見ていきますか。微妙に違うよね。微妙に。全然違う。持ってみると全然違いますね。僕は手がちっちゃいじゃなくて手が大きいので、PPK よりも PPKS の方がここが長いんですよね。ここグリップが。で、持ちやすいですね。しっかり収まる。うん。収まるな。うん。で、こっちはね、かなり短いんで、僕こういう感じになるわ。かなりちっちゃい。長さが約1センチ長い。うん。で、この辺のグリップがね、PPKS はこの簡単に交換ができるんですよね。カスタムも多分簡単です、これ。まあ、僕ちょっとやってますけど、が中古のね、グリップをなんかつけました。で、新しい PPK に関しては、
このグリップがこのねフレームに対してね一緒なんですよ。ここわかる？切れてないので、このグリップとこれがね一体化になってますね。ここ切れてない、繋がってます。うん、こっちは切れてんのかな、ここは切れてるけど、ここは繋がってんのかな。なんでこれ鹿の角をスタッグ化しようと思ったけど、これはなかなかややこしいな。ちょっとバラしたとしてもここが一緒だからね。でもこれをまた師匠はこの辺をカスタムしてくるんじゃないの？どうなんだろうね。なかなか難しいと思うよこれ。これ切れてないもんね。これをやってくるんだろうな。やるよね。もうしてるかもね。そう。はい、そういうわけで今日はこの2つをねちょっと比べてみました、師匠の熱い思いが入った銃がねついに発売されて、まあ買わないという選択肢はないですから、とりあえずしっかりね抑えました。これはでもカスタム難しいね。僕ちょっと高い銃のグリップのカスタムやったことがなくて、今回挑戦してみたいなと思ってたんですけど、これはなかなか難しそうですね。これは結構大変だろうな。よし、じゃあまたねぼちぼち向き合っていきたいと思います。改めて PPK 発売おめでとうございます。いやすごい。